ガビ、ペドリ、どっちの方が好きですか？なんか種類が違う好きですね。綺麗と可愛いみたいな。ガビの方が、ペドリほど相手見てサッカーできる感じじゃないけど、それでも十分うまいし、ペドリがもう本当イニエスタみたいな感じで完璧すぎるから。ガビは十分他のチームだったらイニエスタの扱いされるぐらい上手くて、でガビの方が守備の時に戻り切ったりとか、本当相手が嫌な守備してくれる。ガビの方がこう魂でプレイする感じ。ペドリの方がスマートにやる。本当、どっちもいいですね。でも過小評価っていうのを僕最近思うんですけど、あれって、そのクラブ見てない人、例えばバルサ見てる人だと、ガビの守備貢献とか、この、得点決めなかった試合でも、いや、ガビ今日よく頑張ったな、みたいな試合ほんと多いじゃん。だから過小評価しないと思うんですよ。なんだけど、見てないチームからしたら、え、ガビってそんなすごいのみたいになっちゃうじゃん。だからそんな感じで、他のクラブにも名前が轟くぐらい活躍してる、もしくは花があるとかだから。だから、ネイマール過小評価とかさ、言われないじゃん。点取ってなくても花すごいあったり。あと、得点取ってる選手って過小評価って言われないじゃん。それはもうしょうがないというかね、このサッカーっていうこの競技というかね、プロサッカー界の構造上そうなるってことなんでしょうね。ヘルミンの方がね、不器用だけど寮で頑張るっていう感じの選手ですからね。